ギリシア神はミノタウロス。それはクレタ島の王。ミノスがワタツミポセイドンから美しい白いユルシを借りたことから始まります。ミノスは、約束した生贄を捧げる代わりに、その美しさに魅了されて王子を犠牲にせず、自分の所有物として留め置いてしまいました。ポセイドンの怒りは大きく、ミノスの妻パシパエに呪いをかけ、彼女が白いユルシに恋をするように仕向けました。パシパエは、発明家ダイダロスの助けを借りて、実物大の牛の像を作り、 その中に入っておうと交わりました。その結果、犯人半牛の怪物、ミノタウロスが誕生しました。ミノタウロスは荒々しく成長し、ミノス王は彼を制御する方法を見つけることができませんでした。そこで、ミノスはダイダロスに命じ、複雑な迷宮を建設し、その中にミノタウロスを閉じ込めました。そして、アテナイからの若者たちをミノタウロスの餌食として送ることを命じました。しかし、アテナイの英雄テセウスは、 ミノタウロスを打ち倒すために迷宮に挑みました。彼はミノス王の娘アリアドネからもらった糸玉を使い、迷宮を進みながら戻る方法を見つけました。そして、ミノタウロスを倒し、仲間と共に生還しました。この物語は、人間の欲望とその結果についての教訓を含んでいます。ミノス王の誇りや欲望が、最終的に彼自身や彼の国に悲劇をもたらすことを示しています。また、テセウスの勇気や知恵が、 最終的には悪を打ち破ることができることを示しています。そのため、この物語は多くの芸術作品や文学に影響を与え、古今の人々に多くの教訓を残しています。